ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアンダーラインアイライブツアー2024のアイ、感動のライブ体験。忘れられない瞬間をあなたに。ナンバーアンダーラインアイライブで感じた一体感。圧巻のステージ熱狂のアンコールに鳥肌が立った。ナンバーアンダーラインアイの最新ツアー、ナンバーアンダーラインアイライブツアー2024のアイは、ファンにとって忘れられない体験となりました。ツアー初日から、 ステージ上での彼らのエネルギーや情熱、そしてファンとの特別なつながりが感じられ、まさに感動の嵐が巻き起こりました。このライブを通じて、ファンは単に音楽を聴くだけではなく、感情的に深く結びつく瞬間を味わうことができました。特に、ILY という曲が撮影可能であったことが、多くのファンにとって大きなサプライズであり、感動を呼び起こす一因となっています。実際 SNS 上には、ILY を撮影 OK にしてくれたのは、私たちファンへの愛だと感謝の声があふれていました。ライブに参加できなかったファンも、この特別な瞬間をシェアされることで、まるでその場にいたかのような感覚を得ることができたと述べています。あるファンは、コンサートに行けなかったけれど、こうして振り返ることで一緒に楽しめたとコメントしており、このような共有の文化がファンダムをさらに強固なものにしています。 現代のライブ体験は、単に現場に足を運ぶことだけでなく、SNS やオンラインコンテンツを通じて広がり、さまざまな形で共有されることで新たな価値を生み出しています。特に注目すべきは、ナンンバーアンダーアダインア i のメンバー3人それぞれのソロパフォーマンスでした。これらのパフォーマンスは、ファンの間で、圧巻だった、感動で涙が止まらなかった、といった声を多く引き出しました。彼らの歌声やパフォーマンスは、 単なるエンターテイメントを超えて、心に響くものがあり、観客一人一人がそれぞれの曲に感情移入していたことが伺えます。ILY 以外にも多くの楽曲が演奏され、その一つ一つにファンが感動している様子が SNS のコメントからもよく伝わってきます。例えば、セットリストを聞いてまた泣けてきたという投稿があり、それぞれの楽曲に込められた思いがファンにどれだけ影響を与えているかがわかります。ライブの中でも、 メンバー同士の絆やファンとのコミュニケーションが一際輝きを放っていました。あるファンは、MC での岸くんへのプレゼントの話を、とても嬉しそうだった、と振り返り、これがファンにとって特別な思い出となったことを強調しています。これらのエピソードは、ライブという一瞬の出来事が、後に何度もし、返され、心の中に永遠に残るものであることを示しています。ファンにとっては、 ライブ中の何気ない瞬間やメンバー同士のやり取り、さらには感謝の言葉までもが、かけがえのない宝物となります。そして、こうした一体感が強まることで、ナンバーアンダーライン愛とファンの間に深い絆が生まれ、そのつながりが彼らの音楽やパフォーマンスをさらに引き立てているのです。ライブでの特別な瞬間の一つとして、アンコールが挙げられます。アンコールでは、観客全員が一緒になって大合唱し、 メンバーたちもそれに応える形で、より感情を込めたパフォーマンスを披露しました。この瞬間、会場全体が一つになり、時間が止まったかのような感覚を覚えたファンも多かったようです。実際、ある参加者は、この瞬間、私たちは本当に一つだった、と感動を語り、他の参加者たちも、心からのアンコールで、メンバーと完全につながっていたと感じたと述べています。これこそが、 ライブの魅力であり、その場にいた人々だけが共有できる特別な体験です。また、このツアーにおいては、ステージの演出も非常に緻密に計算されており、視覚的な美しさと音楽の調和が見事でした。照明や映像、さらには衣装の細部に至るまで、すべてが楽曲のテーマや雰囲気に合致しており、観客を完全にその世界に引き込むような演出が施されていました。特に 楽曲ごとに異なるカラーが投影される照明や、メンバーが移動するたびに変わる映像の演出などが話題となり、まるで夢の中にいるようだったと称賛するファンの声も多く見られました。ナンバー,ア,ンダーラインアイのメンバーは、パフォーマンスだけでなく、MC でもファンに対して温かい言葉をかけ、特に感謝の気持ちを何度も伝えていました。彼らの MC は、単なる特にとどまらず、ファンに向けたメッセージとして心に響くものが多く、 ファンたちもその言葉に感動を覚えたと多くの SNS 投稿が示しています。あるファンは、MC でメンバーが、いつも応援してくれてありがとうと言った瞬間、涙が止まらなかったと述べており、メンバーの誠実さがファンの心に深く残る結果となっています。さらに、ツアー全体を通して一貫していたのは、メンバーの成長と進化です。彼らはデビュー以来、 音楽性やパフォーマンススキルを着実に向上させてきましたが、このツアーでは特にその成果が顕著に表れていました。ソロパートやダンスパフォーマンス、さらにはステージ上での表情や身体の使い方など、すべてがこれまで以上に洗練されており、ファンの多くが、以前と比べて一段とレベルアップしていると感心していました。また、セットリストの中で新曲が披露され、その新鮮さがファンの間で大きな話題となりました。 特に、今までにない挑戦をしている、というファンのコメントが多く見られ、新しい方向性を模索し続けるナンバーアンダーライン愛の意欲を感じさせるものでした。このツアーを通じて、ナンバーアンダーライン愛はただの音楽ユニットとしてではなく、ファンにとって心の支えとなる存在であることを再確認させました。彼らの音楽やパフォーマンスは、日常生活の中で困難なことに直面しているファンにとって、 勇気や希望を与える存在です。あるファンは、彼らの音楽を聴いて、元気が出た、とコメントしており、ナンバーアンダーライン愛の存在が多くの人々にとって精神的な支えとなっていることがうかがえます。ライブの余韻が冷めやらない中、ファンたちはすでに次のツアーや新曲の発表を心待ちにしています。SNS 上では、ツアー終了後すぐに、また早く会いたい、次のツアーも絶対に行く、といったコメントが相次ぎ、 ファンの期待感が高まっています。ナンバー・アンダーライン・アイ自身も、今回のツアーを通じて得たエネルギーを次の活動に生かしていくことでしょう。ファンとの絆をさらに深め、音楽を通じて新たな感動を届けるために、彼らは常に前進し続けています。そうじて、ナンバー・アンダーライン・アイのナンバー・アンダーライン・アイライブツアー2024の愛は、音楽、パフォーマンス、ファンとのつながり、 全てにおいて完璧なバランスを保ちながら、新しい挑戦と成長を見せたツアーでした。このツアーを通じて、彼らはさらなる高みへと進化しており、今後の活動にも大きな期待が寄せられています。ファンたちは、このツアーが自分たちにとって一生の思い出になることを確信しつつ、次なるステージでのナンバーアンダーラインイの活躍を心待ちにしています。そして、彼らの音楽と共に歩む日々が、 これからも続いていくことでしょう。